ピンチがチャンス、 JJ チャンネルです。2023年8月の29日早朝の5時に撮影しています。今日はですね、政治の話になります。ただ難しい話ではなくてですね、基礎情報としてこれ絶対に皆さん知っておいた方がいいとね、いう情報ですね、お話ししときたいなっていうふうに思います。特にこの闇のチャンネル JJ チャンネルをご覧になってる皆さん方、 KGB って一体なんやねんとかですね、なぜプリコジン氏はプーチンに暗殺されてんとかね、でプーチンってもともとね、どんな歴史を背景に抱えてる人間だったということをですね、少し頭に入れてですね、これから JJ チャンネルとお付き合いをいただくとですね、来年のアメリカの大統領選挙ね、これでどのような影響をロシアが受けるのか、また日本が受けるのか、まあこういった政治ネタ、特に日本もですね、今岸田政権ね、まあいろいろやってますよね、人気取りやってますよね、ガソリンのね補助金出すとかやってますよね、人気取りやってますよね、こういうことも含めて大きな政治の流れの中でこれからいろいろアンマル事件っていうのもたくさん起こっていくような、そんな気配がしているので、ぜひ今日はですね、最後までね、ちょっと横文字がいっぱい出てきますけれども、できるだけ分かりやすくですね、なぜそもそもプリコジンはやられてしまったのか、そもそもプーチンって何者やねん、 KGB って何やねん、これから日本はどうなっていくねんっていうことをですね、スカッと短く3時間スペシャルでお届けしたいなっていうふうに、まあ3時間だね、短くね、お届けしたいなっていうふうに思います。でそもそもですね、あのプリコジンは暗殺されました。これは事故ではありませんね。元 KGB のプーチンはですね、いろんな人を粛清しています。まあ粛清という言い方をするとかっこいいですけど、暗殺しているということですよね。でもこれはですね、間違いなくプーチンがやっているということが分かっていても、当然これは、プーチンは逮捕されませんよね。なんで逮捕されないかというと、そういう国だからですね。これ説明しなくても分かってますよね。社会主義国家ね、そしてプーチンがトップにいてる警察もすべて、コントロールできる立場にいていますから、隠蔽ができるということですよね。でちょっと過去にですね、どんな、日本でも報道された大きな事件を少しご紹介しますけれども、例えばですね、2006年政権を批判したロシアの元スパイアレクサンドル・リトビネンコ氏っていう方がですね、亡命先のロンドンで殺害されました。この方ですね、体調を崩す直前にですね、放射性物質のポロニウム入りの緑茶を飲んで3週間後に死亡しました。あれ、これもすごく日本で報道されましたよね。あともう一つ、あと二人ですね、有名な日本でも報道された方がいます。それから2013年、オルガルヒという新興財閥の一人、ポリスベレゾフスキーという方がですね、プーチンさんをですね、政治的に支援していたんですが、決裂してしまったんですよ。それでやっぱりこれも亡命先のロンドン郊外の自宅で、首を吊った状態で見つかったんですけれども、不審死ですよね。で、さらにですね、この方2018年、これも日本でも報道されました。ロシアの元スパイ、セルゲイ・スクリバリ氏はですね、イギリスの南部です。娘さんと一緒に神経剤のノビチョクで襲われたんですね。で、彼らは一命を取り留めてますね。ただですね、このようにですね、海外でやった場合ですね、一命を取り留めることができる。で、今回はですね、当然ロシアの国内でやるのとまた勝手が違いますからね。ところがプリコジン氏は飛行機墜落しましたよね。これ出発する前にですね、なんかエンジントラブルがあったとかね、いうことで、ちょっとあの機内の中にですね、チェックが入ったらしいんですよ。この時に爆弾が仕掛けられたんやないかっていうようなことが言われています。で、アベマ TV では舛添さんが言ってました。高級ワインを持ち込んだ際に、そのワインの中に爆弾が入ってたんやないかと。で、その時刻等ですね、全部こう分かっていたのでね、何時何分頃この辺で墜落するということが分かってたからね、ロシアの当局がそれを撮影して、すぐに国営放送であのような映像が出たんやないかということで舛添さん
を言ってましたね。あとおばちゃんの声とか入ってますよね。飛行機が落ちるとかね、この声もね、この画像を撮った後におばちゃんの声をかぶせて、あたかも民間の人が撮ったように画像を作った。こんなもんは KGB、 元 KGB のプーチンね、組織はこんなものは簡単にやってしまうということをね、松尾さんがやってました。松尾さんはね、僕もそのアベマ TV の今日ちょっとですね、使った材料なんか使わせてもらいますけれども、このアベマ TV でこの発言をしたことによって松尾さんは暗殺される可能性があるなと思いながら、ずっと見てたんですね。どこまであの人言うてええんかなっていうことを言ってましたということです。で、過去にこのようなことがあったんですけれども、このプリゴジン自体はですね、もうきっかけになったのはですね、もちろんこのプーチン自体にですね、反旗を翻してクーデターを犯した、つまり裏切った30年来ね、プーチンの料理人というふうに言われてたプリゴジンですね、忠誠を使ってたプリゴジンね、30年ずっと側近でおったんですよ。それも裏切りによって一発で粛清されましたよね。で、過去にこのようにですね、とにかくプーチンは裏切りを許さない。で、裏切りを許さないという教育をどこで受けたかとかですね、どのようにプーチンがそれは思想を持ったっていうのは、やはり KGB というね、ところを、プーチンが出身ね、しているので、その辺の話のところでね、詳しくしたいんですけれども、とにかく裏切ったら許さない。ね。そしてこれが見せしめになったということなんですよ。なので、プーチンね、国内的にも今回のウクライナの侵攻で、だいぶ人気が弱まっていたんですけれども、今回ですね、このプリゴジンを一気にね、こう、やっつけたっていう言い方がいいのかな。まあ、粛清したということもあってですね、地盤がキュッとまた緊張感が出てですね、固まっていい方向に行くんじゃないかというですね、ことも言われているということですよね。で、もう一つですね、僕は皆さん方にこの過去の事件でね、お知らせしたいのではなくてですね、今現在ですね、報道されている、アメリカの CNN とかでも報道されてるんですけれども、全体的にはですね、このウクライナ侵攻が始まってからですよ。ウクライナ侵攻が始まってからですよ。つい最近の話ですよ。もうね、50人も60人もひょっとしたら100人を超える人が暗殺、粛清されたんじゃないかって。いうふうに言われてるんですね。でですね、特に有名なのが、最近ではですね、ウクライナの侵攻開始以降ですね、新興財閥のオルガルヒっていうね、ところの、財閥の人たちや、やはりね、この財閥の人たちはなんでこうやられたかというと、そのお金の流れがですね、プーチンの気に入らないところにお金の流れを作っていた。つまり政権批判を、するところにお金を流していたということでですね、ひょっとしたらこれプリゴジンも絡んでるようなお金の流れがあったかもわかりません。ね、ということで、このオルガルヒという新興、財閥ですね、もう粛清されてる。あと、科学者、技術者、軍幹部、政治家、官僚ら、ね、報道されてるだけでも約40人、CNN などの報道を入れると、本当に50人、60人はね、軽くですね、事故やったとか、ジーマリやったというふうに片付けられてますけれども、このね、なんと新興以降に粛清されていると。ね、で、特にですね、これ、最近では有名なのが、ロシア反対、ロシアにも正面を切って、ロシア反対やーっていうふうに言ってたですね、アレクセイ・ナワリヌイ氏っていうね、方が毒殺未遂されましたね。この方有名です。非常にですね、もう表を切って英雄みたいな感じですね、反政府の中ではですね。でも彼もですね、やっぱり海外でされたので治療を受けてですね、復活をしてるんですけれども、まあ、こういうこともあってですね、海外はちょっとやっぱりプーチンの力が及ばないということで、国内で粛清した方がええやろということで、プリゴジンは2ヶ月後にね、あの反乱の2ヶ月後に国内でジェットを飛ぶ時にやられたということになってくると思うんですよね。それで、まあ、大体多いのがね、無理心中、ね、ジーマル、あとは転落死とかね、まあ、こんなが非常に多いらしいですね。で、あと、それ以外ですね、航空研究所、造船所の所長、物理学者、科学者、技術者、政界や行政関係者も回収をどんどんしていってると。つまりですね、プーチンは自分の、いわゆる敵気に入らない、反逆しそうなやつは全員命を立っていくという、こういうやり方やるんですよ。ちょっと僕らでは考えられないですけれども、この KGB ですね、諜報機関の出身の、いわゆる、
プーチンはですね、これが最大の方法だということをね、実はですね、もう教育を受けて知っているんですよ。ね。たった一人の、いわゆるこの反抗する人間から何千人もの反乱が起きるという教育を受けるんですね。だから粛清するのが一番だっていうことですよね。さらにですね、クチェンレンコっていうね、方がいるんですけれども、この方はですね、死の直前です。いわゆるこう粛清される直前にですね、こんなたったこれだけ、松江さんもこのことでやられますよ。ジャーナリストの友達との会話の中でね、ウクライナの侵攻を批判していただけ。これでクチュレンコさんっていう有名なジャーナリストは粛清されたんですよ。ね、松江さん気をつけてくださいねっていうことなんですね。あとですね、有名な方、有名でもね、日本であまり有名じゃないですけど、ロシアでは有名です。去年の12月にはですね、西部のウラジミール州の議員で富豪として知られるバベル・アントフ氏らが滞在先のインドのホテルで死亡しているのが見つかった。これインド海外ですよね。アントフ氏はプーチン大統領の支持者だと強調していたんですけれども、ウクライナ侵攻に批判的なメッセージを発信しただけでということです。でね、これ世界中に KGB 元 KGB のいわゆる諜報員がいてると言われてますね。で、これはロシア人の姿形をしているのもいてれば、そうではないという人もいているということですよね。なので世界中でこのような犯罪が起こると、でもやっぱりヨーロッパ系が多いですよね。ね、松井さん気をつけてくださいよ。昨日おとすぎのアベマ TV ね、出演してる時のね、あの発言はさすがに行き過ぎかなというふうに思いました。ね。で、そこでですね、今回はですね、ちょっと KGB って一体何やねんっていうところね、よく聞きますよね。これ少し頭に入れておいてください。僕はこの KGB について初めて知ったのは、ゴルゴ13っていう斎藤隆夫の漫画で、よく CIA とか KGB っていうのが出てくるんですよ。で、KGB っていうのは、当時は、CIA よりも大きな機関で、 CIA よりも恐ろしかった。まあ CIA はあまり恐ろしいっていう感じはないですけれども、とにかく世界一だったんですよ、 KGB っていうのは。 CIA も一目を置くで、 KGB だから気をつけていたというね、それぐらいの団体なんですけれども、正式名称はソ連国家保安委員会というのが KGB です。1993年に廃止になってます。これはソ連が崩壊しましたね。そしてドイツのベルリンの壁ね、が破れましたよね。ドイツにいたんですよ、プーチンというのはですね。で、1993年に廃止になって、で、現在ロシアに KGB は存在しないんですけれども、1991年のソビエト連邦の崩壊まで、存在してたんです。で、あのソビエト連邦社会主義共和国連邦の機関ね、これ秘密、機関です。で、何をやってたかというと秘密警察です。で、あの何をね、こう中心的にやってたかというとね、この秘密警察が軍の監視とか国境警備も、担当したんですよ。だから軍よりも上なんです。もう当然一番上、だからですね、中心とかね、本部とか言うとも、この KGB のことを指したのがソビエトということですよね。で、じゃあ今は KGB がないのということなんですけれども、 KGB に代わって今はですね FSB っていうふうに名前を変えて、活動を続けていますね。 KGB じゃなく FSB という名前で活動を続けていると。で、このプーチン自体はですね、この大学を卒業した後ですね、この KGB に入ってるんですけれども、大学時代はですね、まあ、日本で言うたら坊さんになろうかなぐらいに思ったらしいです。だけど KGB もええなということで KGB の面接を受けたんですね、プーチンはね。そうしたら、エージェントとしてのですね、いわゆる、免許通った、免許っていうか、こう、まあ、就職試験に KGB 合格したということですよね。そしてプーチンはですね、この KGB に入社することになるんですけれども、そしてその時にですね、一旦入社したらですね、全員ですね、赤旗大学っていうのがあるんですよ。ソビエトにはね、旧ソ連にはですね。で、この赤旗大学で徹底的にスターリンの教育を受けることになります。ね。だからまあ、今の共産党、日本の共産党も赤旗っていう新聞出してますよね。だ
だからそもそもこの赤旗どっから来てんねん言うたら、この KGB の卒業後に行く、KGB の人が全員勉強を受ける赤旗大学、こっから名前が来てるんですよ。だからそもそも根っこの部分はこういうところから来てるので、やはり日本共産党もね、そういった中国共産党とかとは関係ない言うてますけども、根っここんなことを使ってるということでね、やっぱり普通の集団ではないなって僕は、思っているのが、共産党に関する、まあ、ええとこもありますよ。ええとこもあるけど感想なんですね。で、小さい時にですね、プーチンはね、映画、矛と盾、ね、盾と剣という映画にね、非常にハマっていたらしいです。ね。そしてナチス転覆を助ける勇敢なソ連のスパイ、ね、勇敢なソ連のスパイに憧れた主人の物語なんですよ。このね、盾と剣という映画ですね。で、プーチンが先ほど話したように、ここで知るんですよ。たった一人のスパイが何千人もの人々の運命を決定づけていく姿に感銘を受けたらしいです。だからプーチンが俺一人の力ね、でこのムルタスターリンの時代を目指してるわけですよ。プーチンはそれなんですよ。あの人は言っときますよ。個人的なですね、自分を守るためね、自分だけのためにやってるんですよ。ロシア帝国ね、過去のロシア帝国、スターリンの傷かけたあれを目指してるんですよ。だからすごく大義があるんですね。正義があるんですよ。プーチンにはですね、自分のためだけにやってるんではないんですよ。でまあもちろんやったらあかんことやけれども、まあちょっとそういう表現をしときますね。そしてですね、この赤旗大学を出て、今あの人は確かゴルバチョフ、そして1990年までドイツにいたんですよ。で、ゴルバチョフになって、ソ連、その後エルティンになって、ほんでエルティンの下でちょっと働いたというか政界に入って、その後プーチンですよね。で、よくですね、今、東側と西側っていうふうに言われてますけれども、これね、舛添さんが面白いね、地図をね、出してアベマに出てたんで、それをちょっと皆さんに見ていただきます。この地図見てください。赤とブルーとピンク。こんなね、クリーム色かな、色がついてますよね。これの方のブルーが西側諸国。ね。そして赤いのが東側諸国。なので、結構東側ってもう少なくなってんのかなと思ったらですね、結構東側、西側と同じような勢力ありますよね。だからまだまだこれから世界がどっちに傾くかわからない。そこでトップを切ってんのが東側のソビエトやということをですね、この地図を見てですね、皆さん方にちょっと理解しておいてほしいなとね。要するに僕ら西側の人間だから西側の情報しか入ってきませんよね。だけどやっぱり東側っていうのはかなり大きな勢力を持ってるんだよということですよね。で、このプリコジン、ね、このプリコジン、この画像有名ですよね。今アフリカにいている、アフリカで活動するんだって。この動画がきっかけやっていうふうに、マスルさんは言うてました。ね、せっかくお前プリコジンな、と、お前な、俺に反逆したのをな、ベラルーシへな、亡命するのを認めてあげたのに、何をやってんねんと。お前まだロシアの名前を使って、アフリカで商売すんのかと。ね、それやったら許さんぞ、というようなことで粛清された。これがプーチンの怒りに触れたということですよね。お前何狙ってんねんということですよね。これでも絶対許さんぞということで帰ってきてすぐにやられたと舛添さんは言ってました。これはあり得るなと思いましたね。で、この地図見てください。これもアベマの地図なんですけれども、何をしてたかというとですね、要するにウランであるとか、この地図がね、見ていただいたらわかります。ウランの産出国の利権を取ってたんですよ。このプリコジンはね。で、金の白骨剣なんかも取ってたんですよ。つまり南アフリカっていうのは今政治的にすごくですね、この、アフリカっていうのはこういろんな国との、しょっちゅうこう内戦やってますよね。そういう中でね、この5000人のすごい部隊、力の持ってる部隊っていうのはですね、お金を払った傭兵としてですね、迎え入れてるわけですよ。その代わりね、こんな利権をあげますよって、うまいことこう付き合いやってるわけですね。で、なんとここで何千億というお金をプリコジンは儲けるという算段があったということなんですね。それでプーチンはですね、これは許さんぞと、お前そんな金儲け許さんぞということもあってやられたんやないかというのは、これ舛添さんの見立てなんですよね。ちょっとざっくりした話ですけれどもね、これからですね、政治の話ね、少し、取り上げていこうかなっていうふうにですね、 JJ チャンネルも思ってるんですね。で、この、プーチンね、やっぱり注目の人です。世界的に注目の人、習近平、プーチン、そして来年のアメリカの大統領
領、この3人によって世界を動くと言っても過言じゃないですよね。そこにどうやってこの日本がですね、今のあのキッシーね、ほんま頼りないキッシーも顔見てるだけで僕嫌気がさすんですけれどもね、早くもどっか行ってくれよっていうぐらい僕は嫌いなんです、あの人のことね。なんで嫌いかっていう動画はあげませんね。もう理由は皆さんと同じですね。いつもね、なんかあの、コメントするときもね、なんか神読んでるだけで全然心がこもってないじゃないですか。もう神なしで自分の言葉で喋るよ、伝われへんぞということが言いたいんです。やっぱりトップに立つ人間っていうのは、リーダーシップを出す人間っていうのは、熱い思いをね、やっぱり出していただかないと僕らに響かへんよっていうことですよね。はい、今日早朝に撮ってるのでですね、ちょっと頭がですね、まだ眠気てる状況でこなしているの難しい問題を扱ったので、ね、すいませんね。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。JJチャンネルでした。